プロの小説家を目指すときに、自分がどういう小説家になりたいのかっていうことをイメージすることっていうのが結構大事だよっていう、今日はそんな話です。新刊家康の選択、小牧長久手、大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは、小説家を目指すとき、自分のイメージを明確に。今日は、何が何でも新人賞を取らせますから、まあ、抜き書きというか、抜き語りというか、そんな話です。タイトル通り、テーマ通り、どうなりたいか、イメージを持つことって大事です。鈴木喜一郎小説講座に新しく受講する人には必ず自己紹介のメールっていうのを書いてもらいます。で、これ、自己紹介のメールっていうのは、基本ね、必要事項っていうのは、まず最初のまず本人に任せるっていうことにしてます。なぜかというと、その時点で大体の出力がわかるからね。何のためにここにこの受講しているのか、それからとどのぐらいの出力があるのかっていうことを相手に伝えるってこと大事だからね。で、基本自分のことは相手は知らないっていう前提で話ができるかどうか、そういうことが出力に直結するのでね。で、まあ、メールなのでね、長文 OK です。で、長い文章、何せ小説講座だからさ、今長文にごめんなさいっていうことが、長文失礼しましたっていうことを書き添えることが増えたね。やはりこう LINE だとか、ああいう短い文章で伝えることが多いからな。で、うちはほら小説講座なので、長文の読み書きを前提してるからさ、別にメールで長いことは苦にはならんのだけど、そんな話ではなく、その受講生から寄せられる自己紹介の中で時々見かけるのがね、もう私には小説家になるしか生き方が残されていませんという、そういう内容が時々きます。まあそうは言っても、そこまで緊迫した例っていうのはそうそう多くはない。で、やっぱ、まあ今少なくなったかな。この、ただ、うちの講座の場合は、鈴木喜一郎小説講座の場合は、新人賞を受賞してプロになろうってことを前面に打ち出しているので、今のところ迷う人は少ないかな。ただ、まあ、このラジオはその特にそのどうしようか小説書こうと思ってるけどどうしようか迷ってる人って、まあそういう人向けに、このラジオっていうのは収録してるのでね、どうなりたいかというイメージをしっかり持とうということ、つまり1、大きなものは4つ。1、プロになりたいのか。2、賞賛を浴びたいのか。3、書きたいものを書きたい時に書きたいように書きたいのか。4、いい作品を書きたいのか。まあ、この4つの、どれなのかということを
考えようということです。この4つというのは同じように見えて全く異なるからです。プロになりたい場合、プロの小説家というのは小説を書き、その対価として金銭を受け取る人のことです。小説家と文学者というのはよくごっちゃにされるんだけれども、こういう我々エンターテイメントの小説家というのは芸術家というよりもむしろ職人に近いです。決められた条件、つまり締め切りや枚数などの中で文字数だねの中で一定の水準の作品を作り上げ、一定の成果を上げ続ける、ここね、ということです。で、このラジオね、このラジオに関して言うと、芸術作品を話すではなくて、プロのグラフィック小説家を目指すそこのあなた、プロのエンターテインメント作家を目指すそこのあなたに向けてこのラジオは流している。よく雑談するけどね。その2の賞賛を浴びたいということが目的であれば、プロの小説家は向いてないです。小説を商業出版するということは、俳優に例えると同じ俳優でも映画やテレビを中心にするのとする俳優と舞台俳優ぐらいの違いがある。商業出版の小説の場合、新人賞の商業出版だね、なろうや書く読むのような、その小説投稿サイトと新人賞経由でデビューすることの決定的な違いというのは、読者の反応がリアルタイムでは届かないということです。これは紙の新人賞の場合ね。あと作品のジャンルだとか主な読者層によっては、かなり売れていても読者がほとんど反応しないということも珍しくないと、いうことです。何年か前までは小説投稿サイトからデビューしてプロでやっていけるんだろうかっていうことをよく思いました。この何が何でも新人賞を取らせますは、少しそこら辺は、これ何が何でも新人賞を取らせますは、これ4年ぐらい前に書いてるかな。2014年だから9年前なので、そうね、この頃とはだいぶ事情が違います。事情も違うし、僕の考え方も変わってきました。小説投稿サイトでデビューして紙でやっていけるかなっていうのは、まだこの頃、これを書いた頃は非常に疑問だったんですな。なぜかというと、紙で書いた小説の場合、紙媒体がメインの場合、読者の拍手が全く聞こえてこないので結構孤独です。で、どのぐらい実売部数っていうのは編集者や出版社の営業も教えてくれないので、売れてる人と売れてない人とでは出版社のその対応がものすごく違うのでね、自分違うんだなっていうことがこれで分かってくると、そういうのを見ながら、そういう様子を見ながら、反応を見ながら、だいたい自分のポジションっていうのを探り探り進んでいくっていうのが基本です。だからなろうだとか書く読むといったリアルタイムで読者の反応が分かる場合、そういう媒体で発表し続けている作家が、この紙媒体の
商業出版としてやっていけるんだろうか、この孤独さに耐えられるんだろうか、この反応のなさに変えられるんだろうかっていうことは、この10年近く前に書いた本の時にはまあそういうことは思ってました。今はそんなことないな、もう本当にそのこういういわゆるナロー書く読むもうエブリスターだとかで出てきた人というのはまあそれなりにタフ、まあそうだよな、読まれてないのまではっきり分かっちゃうからね。だから相応にタフに仕事をしておられるので、相応にって言って失礼だな、ミキナスナナさんなんてすごいからね、ガンガン出しまくってるし、あとうちの受講生のエゾギンギツネ君もガンガン出してるよな。だからそういうタフさ大事なんだけどね。で、読者の拍手がリアルタイムでは届かないからねっていうことがあります。3つ目の書きたいものを書きたいように書きたいという場合は、まあこれは趣味とか芸術の世界なので、まあ僕からあれこれ話をすることではないね。自分を表現したいっていう人についてはそうだねっていう、まあ住む世界が違うので話のしようがないな。4つ目のいい作品を書きたいのかっていう、それが目的のところがあるんだけど、このいい作品を書きたいっていうのが目的の場合、誰がいい作品だと評価するのかという、そういう根源的な問題がある。誰にとっていい作品を書きたいのか。4つ目のいい作品を書きたいっていうことを選んだ人はちょっとそこら辺を考えてみるようにしてみましょう。で、一つ断言して断言できることがある。いい作品を書くために一番手っ取り早い方法というのはプロとしてデビューすることではあります。デビューすると執筆量がものすごく増えます。僕はデビューまでの6年間で3500、600枚書いたのかな。で、デビューして2作目が出るまでの1年8ヶ月の間に2400枚書いたので、まあ嫌をなく書いていけば腕は上がる。それからとデビューした後厳しい競争にさらされていくんです。で、そうすると競争が激しいと嫌をなく小説の腕は上がっていくということです。とても大事なんですけども、多くの人が間違えていることがある。いい作品を書くと新人賞を受賞してデビューできると思ってるんだけども、もうそれは順序が逆なんだよね。まず新人賞を受賞してデビューするといい作品が書ける。新人賞の受賞というのは、受賞した新人賞というのは、新人賞の受賞作というのはっていうよりも、新人賞を受賞した人というのはこれからいい作品が書けるだろうなという、そういう推測のもとに、デビューした人です。で、受賞したデビューした人、新人賞を受賞してデビューした人で、
デビュー作が最高傑作って人ってのは今はもういなくなったね。昔は一作だけ、新人賞を受賞して本賞を受賞して消える人はまあまあ多いけど、まあでもそれなりに育てるからね。まあいや、そんな話にしよう。書きたいものを書きたい時に書きたいように書いて、いい作品が書けて、みんなから絶賛されて、ドカッと売れてお金持ちになりたい。そうなりたい人の気持ちってのはすごくわかる。僕もなりたいからね。ただこれらすべてを望むことはただの妄想なので、ここで目標に変えましょう。で、まあこのラジオを聞いている人、それから鈴木喜一郎小説講座を受講しようと決めた人は、こうはっきりと自分に宣言しましょうね。新人賞を受賞してプロになりたい。まず決意をする。大丈夫よ。これ、他の人にその話をすると笑われるけれど、僕は笑わないから。なぜかというと、あなたの周りに新人賞を受賞してプロでデビューした人ってまあいないだろうけれど、だから周りの人にも、あなたの周りにもそういう人っていないだろうからさ、新人賞を取ってデビューしますって言って笑われるだろうけど、僕は笑わない。なぜかというと、毎年何人もプロでデビューしてるのを目の当たりにしてるからね。新人賞を受賞してプロでデビューするのってのは夢物語でも何でもない。単なる目標だから。ただのスタートラインだからね。まずスタートに立とう。そういうことです。この番組へのお便り、ご質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横流者新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、鈴木喜一郎サッカーラジオ、今日はそんなところで、ではではでは。